for destroying the luck for me, devil boy! And welcome to hell! Please accept my gift. Don't be humble. Just take it. After all, we're buddies, aren't we? Well, isn't that special? To be honest, I was expecting something a little better than this. ワイドウも、おはこんばんにちは、デビルメイクライ3、今回もやっていくぜ。というわけでいきなりジェスターからのプレゼントということで、ブラッドボイル戦ですね。こいつらはさっきのように銃器で石化させて殴ることで倒せます。石化させる前に殴ると分裂するので気をつけような。ちなみにネバンのコウモリでも石化できるので片隅に入れておくと役に立つかも。一番お手軽なのはカリーナで、一発石化できるからおすすめだぜ。フリースタイルだからその局面にも対応はしやすいけど、やっぱカリーナが一番楽ね。よし、でかいのは倒した。近距離ならショットガンもやりやすいわね。離れると石化できるかもわからんくなるからな。間に合った、ポータル出てきたな。はい、ジェスター戦です。最初はあんな感じに避けまくるので遠距離で疲れさせて止まったら近接で殴りまくるぜ。さあ、今度はこっちがしのぐ番ね。最初は3パターンあるぜ。これは個人的に一番対処しやすいパターンね。これはロイヤルガードで全部綺麗に防げるから楽ちんね。やっぱり5からのグラウンドトリックがないと歯がにいわね。あれのおかげでダンテの機動力が著しく上がったからな。でも昔はエアトリックの存在知らなかったと思うと損をしてたけどね。あれバージル専用で4からの追加だと思ってたもんな。このパターンは近くのやつが切ってる時に降りてこないことを祈るか。せいで消すのが出たね。ちなみに緑色のガチマチマ混じってるけど、壊すとグリーンオーブが出てきて回復できるぜ。もうだいぶ削れてきたわね。本当にミリだな。このパターン完全ランダムだから難しいわ。もういいや、普通にしね。あ、飛ばしちゃったわ。まあいいか、どうせ今後も会うし、無事にジェスター戦はクリアだな。ちなみに今後もと言ったが、あと2回のミッションで戦えるぜ。ここだけ強制だったのと違って、残りはスルーできます。まあ、難易度は多分ここから固定なので戦う気で行こうと思ってます。じゃあ前回のやつをハメに塔の上行かないとな。というわけで移動は前回と同じで倍速です。よし、着いた。というわけでさっきの光ってたアイテムを取りに行きます。確かこっち側だったかな。青い扉だから、こっちね。ビンゴ、よく覚えてたな。まあどちらにしろあの扉に用があったからね。まあここは前回とほとんど変わらないのでサクッと始末しましょう。で、用があるのはエレベーター行きの扉の反対ね。
ここにさっきのやつを使います。はい、これでさっきのローが上がって取れるようになりました。行くためにこれが必要なんだよな。アラブル鋼の魂ゲット。説明を見て気づいたもう人はいるかな。まあ、取ってから黙って返すわけないのがこのゲームだけどね。うへい、またエングマだ。プレイ前回の録画からだいぶ経ってるけど大丈夫かしら。そもそもダンテ自体が久しぶりだもんな。ここ最近はバージルばっかりだったからね。十字キーが完全にお飾り状態だったし、ドッペルゲンガーの追従は基本早い固定だもんな。それ以外でディレイをかけることないからね。難しいし、まああれは完全に上級者向けオプションの側面があるよな。物件もあっちより複雑だからまた鳴らすのも大変ね。でも5のためにも鳴らしておかないと。よし、片付いた。あとはまた上に戻るだけだな。ちなみにエレベーターは上に行きっぱなしなので使えません。ちょうど出てくるやつに止められた。片付いたわね。はい、じゃあまた倍速。というわけで戻ってきました。前回は奈落に落ちたが、まあご覧の通り持ってきたあれの効果で落ちません。ちなみにここ壊してなければケルベロスのみで壊せる武闘心臓が鎮座してます。まだ序盤だから技のレパートリーが少なくても壊せるぜ。これなぜかはめて持ってない技なのに落ちないっていう。一度持てばよかったやつじゃね。かもしれないわね。そしてエレベーターと、そこの壁にシークレットミッションのみが。内容はエニグマ4体をノーダメージで倒すだけです。特に制約はないので相変わらず寝番でコウモリの壁を築いて倒すだけです。ちなみに寝番のクレイジーコンボのジャムセッションは出し切ると、キャンセルできないのでブロックキャンセルで吹き消しをするのをおすすめします。というわけで苦労なくクリア。ちなみにこれも難易度の影響を受けるから低難度でのプレイを推奨するぜ。あれ以外の方法だと相当苦労するからね。じゃあ用はないしエレベーターで上がりますか。はい、このエレベーターでは敵が落ちてきます。敵が多いと重量オーバーで強制的に戻されるので始末。もしくは叩き落として上がるぜ。カリーナの爆風で適当に叩き落とすか、範囲の広い技でさっさと倒すのが手っ取り早いです。乱戦一体でもアグルドはほんと強いわね。
壊して回収完了。というわけで今回のボスやりましょうか。Two gonna keep carrying on like this. In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to go on this pool. That's right, we can't let you pass. はい、今回のボス、アブニアンドルドラ戦です。赤が炎、青が風を操る剣の兄弟だな。ちなみに首のない鬼みたいなのは傀儡で、本体自体は剣だぜ。2体同時に来る剣で結構きついかもしれないけど、正直ケルベロスの方がそれでもまだ強いです。動き自体はそこまでバリエーションに飛んでるわけじゃないからな。しっかり見てれば対応しやすい技が多いから、戦いやすいいいボスではあるわ。ちなみに赤いアブニの方はケルベロスが弱点武器なので、そっちで殴るとガリガリ削れます。アブニをケルベロスでボコりまくって、ルドラが残るってのはよく見る光景だよな。まあ今回はロイヤルガードもあることだし、楽な方法で倒させてもらうわ。ちなみに最初みたいにこの攻撃はエアブロックでしっかり全部防げるわ。このテクニック相変わらず強いよな。5でも役に立つからね。高難易度だと嫌でもジェット必須だし、アブニばっかりもいいけど、ある程度均等に削りたいわね。というかなんか弾けたな今。合わせると弾けるのは知ってたけど今の当たった。お、なんか両方弾けた。でもチャンスだな。あいてー、それも判定あるんかい？この動きは。ほえ、決まったな。もう今のであと少しだぜ。次来たらそれで終わりね。来たわね、しっかり魔人化もして。あれ、なんでお前だけ残ってんだよ。マジで綺麗にミリ残ったな。結局今回も閉まらなかったわ。Wait. Yes, wait. We have been waiting for a long time. Yes, a very long time. For someone stronger than us. Someone who can control us. My name is Agni. And my name is Rudra. You shall take us with you.We could be a great help to you. Okay, but on one condition. What is it? Name it! No talking. Fair enough. As you wish.はい、本来ここでアブニアンドルドラが手に入り、属性はボス戦前に言った通り、性能は攻撃速度、範囲、威力、どれもバランスよく使い勝手のいい武器となってるわ。反面キャンセルが効きづらかったり、クレイジーコンボ2つの連打要求がきついのがネックだな。DG 補正はどれもまんべんなく上がるわ。No talking. Good.ちなみに後にこいつら悲しいことにうるさかったせいで質に入れられるどころか売りに出されます。ボス前のあのふざけたようにしか見えないくだりのせいもあるだろうな。まあなんやかんやでミッション後もクリア。個人的に3の中で一番好きなんだけどね、あの武器。伝説の魔剣士の息子の機嫌も考えないと採用は難しいってことだな。ケルベロスだけやたら待遇良かったからね。おう、てかお前今回。久しぶりだったけどオール S ランクいただきました。よくやるぜ。ここは割とリピートしてたからね。スタイル上げのために、その感覚がまだそこに残ってたってわけだな。というわけで、今回はここまで。数字遊び今回はさすがに大丈夫よね。今回のモロコツにわかりやすいもんだしな。この感覚があるうちに次回も頑張りたいと思うわ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。